皆さんこんにちは、井上芳雄です。プリンセスハート小野一郎です。田代真理央です。なんで今歌ったのピアニストの急にすごいなんかやる気ですね。ちょっともうちょっと後ろ下がってもいいですか。頭がついちゃって頭がついちゃう。そんなピアニストの小野さんと、そして、はい、ゲストの真理央君と共にお知らせいたします、はい、井上芳雄バイバイセルフグリーンビルコンサート2014やったー、さあ、ね、今もう練りに練ってますよ、内容もう練りに練ってます。もう設定も終わったんですかね。もう練りすぎて、一回平らになってる。練り練る、ちょっともうちょっと下がってますね。頭がついてますまあ、これからね、まあ、いろいろ計画もしてますし、はい、まあ、ゲストのマリオ君の、まあ、浦井健二君もその日、はい、23時ですかね、うん、来てくださいますけれども、4月23日、まあ、何を歌おうかなってどう？僕はもう、プリンセスハートを大編成バージョンで、ずっと言ってますよね、そう、それをぜひやるんじゃん。何千人の前で歌えるんだろうって、楽しみに。あのね、うちのお母さんがそれはダメだった。お母さんがそれはちょっと、それあれは歌おうがいいんじゃないかって言ってたんで、お母さんお願いします。嘘ですよ、ということで。まだね、それも含めてね、可能性ありますしね。うん、まあ、なんか、ね、いつもほら、マリオはデュエットで、はいはい、あの女性バージョンをね、ま、今まで、何やるかね、結構ね、まあ、曲溜まっているような、溜まってきたような気もしますし、はいはい、しますし、小野木さんの方はどうですか、このコンサートに対して意気込み。あの、やっぱり、すごい大きいところ。うん。いかにプリンセスハートをやるか、そのことしか言われてばっかり。できるから。いやいやいや、あれ、メロディーなんですよ。あ、でもね、一緒にね、音楽監督やるコトリンゴさんがあれはダメだって言ってますよ。あれ、ぐらいのケンちゃんも。ケンちゃんは、多分ちょっとあのよく理解しないさあ、そういうわけで、はい、あのお楽しみにということなんですが、4月23日、24日の2日間開催して、まあ23日までやるんですけど、まだチケット買ってないって方もまだ先行中です、ね、間に合います。ただ、とってもいい感じみたいですよ。間に合いますけど、うん、ぜひあのちょっとあのぼんやりしすぎるとちょっとあれかもしれません。ぜひお知らせということで、詳しくはコンサート公式サイトをご覧ください、じゃあ最後のセリフみんなで言いましょう、せーの、東京ガーデンシアターでお会いしましょう。決めってか決めお願いします、せーの、